はい、というわけで、はい、ラジオの時間です。第何回だ？7かな。7、はい、ちょっと皆さんにですね、はい、ちょっと先に報告しとこうかなと。はい、僕キャンプ中めちゃくちゃトイレ行くじゃないですか。そうですね、キャンプ中に限らずだけどねそれで、はい、行ってきましたよ。病院どうだった。あんまり詳しくは言ってないじゃん。そう、聞いてなかった。だから一応報告しようかなって思って、はいはい、一応ね、泌尿器科に行きまして。恥ずかしい話。恥ずかしい。まあ、大事な話。大事な話だから。医療ですから。体の問題。そう、医療だから、その通り。で、結果はどうだったの？まあまあ、結果から言うと、はい、マジで特に異常なし。そうなんだ。よかったね。よかった。一応尿検査もしたし、はいはいはい、あとなんか超音波検査みたいな。どういうこと？どこに超音波当てられるの？どこに当てるんですか？違う、なんかお腹周り全般にまず、はいはいはい、そのジェルみたいなのをちょっと塗って、はいはいはい、なんかバターみたいな感じに塗り尽くされて。表現よ。バター塗られてるパンみたいに今なって、はい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 、でそこになんかピッて当てて、はい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 、吸って、吐いて、止めて、吐いてっていう感じで、そう、はいはい、妊婦さんみたいなね。妊婦さんやったことないから分かんないんだけど。確かに俺らには分からない。分かんないけど吸って、吐いてって、ね、確かに。あ、そうなんだ。そう、それで、はい、精密なところまで見たけど、うん、なかったみたいな。はい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 、はい。大変申し訳ございません。大変申し訳ございません。テンション上がりすぎて止めました。リモコンで。リモコンで止めてしまいました。リモコン話しなさい。なんかセカンドオピニオン的なのよ。必要なの？いや、心配じゃない。なんか相変わらずトイレに行く頻度は変わらないからさ。変わらないです。だから、検査はしてもらったけど、特に薬とかもらってないから。あ、そうだ。それで、うん、なでしこから漢方をお勧めされて。はい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 。なんか漢方っていうのは、そもそも、なんだろう、ちょっと曖昧なあれで申し訳ないんだけど、はい、体質を改善するものとして、なんか昔から用いられてた、なんか、薬なんですよ。そうですね。普通の薬で一時的にとかじゃないから、はい、一応それを、イルタネキに使えないよって勧めたんだよね。漢方の効果をちょっと今後、はい、毎週伝えていってください。はい。改善具合を。ラジオネーム。イエイイエイさん、イエイイエイ、ありがとうございます。質問です。はい、このラジオではキャンプに関係のないことも質問していいのですか、聞かせてください。で、質問、好きな食べ物を聞かせてくださいなど聞いてもよろしいのですか、答えられれば答えてください。全然いいよね全然いいよ。こういう質問結構多くて、はいはいはい、キャンプに関係ないことでもいいですかみたいな。もちろん。何でもいいよ。あれ、好きな食べ物の話ってしたっけ？しましたね。なでしこ会の時にしたかな。まあ、その時なでしこの回答、全員はしてないかもしれないけど、なでしこに関しては特にピックアップしてやりましたね。はいはいはい。なんだっけ？貝が嫌いで肉が好きだよね。肉が好き。なんか肉が好き。小学生男児みたいな。確かに。そんな回答だったっけ？お肉って言ったね。お肉ってさ。そうだっけ、覚えてないの。ああ、でも全然いいよね、そういう質問とか。全然いいよ。お二人は好きな食べ物なんですか？フライドポテト。結局まずポテトが。めちゃめちゃ食べるの早いからな。高校生の時からずっとそうだったんだよね。ポテト。家系ラーメン。あ、分かる。濃い味のものだよね。寿司とかも好きなんだよな。トロサーモン。トロサーモンね。マジ、なんだっけ、はいはいはい、トロサーモンだったら、はい、くら寿司。そこまで限定すんの？くら寿司のトロサーモンは永久に食べ続けろ。はいはい、なんなら2人も小学生男子。それはあるかもしれない。どうつくそうなんだよ。いや、言うても僕も、カレーとかね。同じじゃねえか。カレーライス。みんな小学生。オールイじゃねえか。小学生だ。こういう感じでね、全然、まあ、特に僕と犬たぬきくんの情報は結構知ってる人多いかもしれないけど、後ろの2人の情報は結構知らない人多いと思うから、はい、なんかそう一般的な質問も全然ウェルカムですよね。はい、はい、こんな感じですね。はい、はい、お待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。ちょっとどうでもいい話なんだけどさ、はい、コメントでさ、うん、なんかこうやって後ろを向いて、うん、ちゃんとつかさのことも見てるみたいなので、はい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 、犬たぬきなんか好感持ったみたいな、いいそういうコメントが来てて、俺ねこういう風に後ろ向きは一個心がけた。好感と狙ってたよ。犬たぬき余計な情報を与えないでください。ダメだよ。
大丈夫、調子に乗るので大丈夫、なでしこ今度の機会が調子に乗るので甘やかさないでください、ピンポン。ラジオネーム通りすがりの娯楽馬好きさんからです。ありがとうございます。聞いたことあるな、ありがとうございます。僕らのを見て家族でキャンプに行くことになりました。はい。といってもどこのキャンプ場がいいかわかりません、うんうん。まあ主にペントさんですね、はい。今まで行ったことのあるおすすめのキャンプ場を教えてください。はあ、はあはあはあ、これはもしかしたら案件が来るかもしれない。なるほどね。緊張してきた。緊張してきたぞ。シンプルにその僕たちはキャンプ場にまだ行ってないわ。そうだよね。あー、でもやっぱりあれじゃない、一番おすすめはさ、はい、あのふもとっぱらキャンプ場かな、はい、出た。そう、行ったことある別チャンネルでちょっと出してるんですけど、来ましたね。あの富士山がやっぱ見えるのがすごい好きで、あ、まあ、はいはい、完全に趣味の問題だと思うんだけど、はい、そこはとっても広々としてて開放感があって好きですね、はいはい、あれは行ってみる価値あると思う。ゆるキャンにも、あ、そうそうそうそ う, そうアニメゆるキャンにも出てくるので、まあ、ゆるキャンに出てくるようなところは結構いくつか行ってみたけど、はい、湖とかも結構楽しいよやっぱり。あ、なんかそう住んでる感じがあって、はいはいはい、湖で遊んだりもできるし、はいはいはい、まあ、季節もそれあれだよね、うん、ダイヤモンド富士っていわゆる言われてんだよね、キャンプ界隈の人たちだと。なるほど、あ、正解。だから俺にわかだからあのそういうなんかの言葉用語とかはあんま詳しくないけど、一応そこの、はい、太っ腹キャンプだっけ。太っ腹じゃねえよ。お金持ちの人が運営してるキャンプ場じゃねえよ。なんで太っ腹キャンプって太っ腹キャンプ場もうなんか使い放題なんですよみたいな、この食材とかも自由にどうぞみたいな。ふもとだ、ふもとっ腹な、ふもと。いや、かたしねえよ。すぐカットさせようとすんな。なんでこれカットしてはできない、もうできない。もうできましたわ、ふもとっ腹。元っ腹の人怒ってますよ。はい、気がつく気がつく。どうぞ。なんかその布団っ腹そこのキャンプ場になんか泉があるらしいんですよ。はいはいはい、はい、泉あのこういうやつ、ちょっと水がこう妖精、大妖精とかいるやつ、話が進まないじゃん。大綺麗なやつが出てくる、大妖精、大妖精が眠ってるとされるあの泉ですか。だから、池がね、池がね、水池があって、ね、でそれがなんか富士山が反射して綺麗、はいはい、に見えることをなんかダイヤモンド富士っていう、はい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 、確かに言うかもしれないね。さすがにこの情報はなんかみんな知ってるメジャーな情報らしくて、うんうんうん、だからペントさんは絶対当たり前のように知ってて、はい、でさらにはなんかどっから見たらいいとか、 なんかやっぱり視聴者さんに伝えられるのかなって思ったんですけど、はい、そこら辺どうなんですか、ね。お答えさせていただきます、はい、無理ですね。あの駆け出しキャンパーなので私この駆け出しキャンパーって言葉対応するんだけど、ではちょっと、はい、僕これ言わせてください。どうぞどうぞ。あのね、ペントはね、もう進歩がない。いやでもよく気づいたね、ゆうたらくん。あね、これね、うん、もう少しね、本質的に詳しく説明するとですね、いやいや、うん、彼はキャンプを楽しむというよりかは、うん、キャンプという場で友と語らうのを楽しむみたいな、うんうん、いやよく分かったね、ゆうたらくん。僕の方針に気づいてくれたね。そう、僕はね、進捗しないんですよ、何回キャンプに行っても。だからもうある程度、うん、機材が揃って、うん、楽しめる空間が作れてしまえば、うんうん、それ以上求めないんで、ね、完璧な分析ですよ、ゆうたらくん。俺も最近自分で分析したんだよね、うん、その通りだなと思います。でそれに対して、うん、むしろ、うん、司とかなでしこの方がどんどん詳しくなってる。確かに確かに確かに。最近なでしこずっとねキャンプのインスタ見てるからね。なるほどね、もう抜かされてる説あるから、ね、もう抜かされてる説あるから知識だけなら、うん、知識だけ回数はね結構いってると思うんだよね僕。ですよね、えげつない回数はいってると思うんだけど、進捗はないよね。そう、だから友達との楽しみ方を聞いてあげて、うん、テントには。そう、あのキャンプ詳しくないので僕。一番ダメなことですよね、うん、一般人からしたら、割とこれが理想じゃないですか、まあまあまあ、まあ、極めるっていうよりは。そうだね、極められなくてもね、楽しくできれば俺はいいと思ってるの で、ね、まあそのぐらいでいいやって人は僕に聞いてみてください。それ以上求める方は今後この3人の方が成長する可能性があるので。そこは分担していくっていう感じ。そうですね、そうですね。いや、それはいいね。そんな感じですね。そんな感じです。はい。いや、完璧な分析だ。合唱？よく言ってくれた。ラジオネーム、白ワンさん。ワンワン、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初投稿です。僕は小学校、中学校とずっといじられキャラでいます。うん、
自分はそこまで望んでいないのにいつの間にかいじられています。自分としてはそこまでいじられることに抵抗感はありませんが、かっこ M ではないです。たまにめんどくさいいじりをされるので困っています。そこで質問です。いじられキャラを脱出するにはどうすればいいですか。あ、脱出したいのか、そっか。マジでさ、これ私が何言おうとしてるか多分犬たぬきは分かってんだよな。分かった、はい、どうぞ。結構似てるのはナルシコかなって俺思って、ナルシコも自分自身はいじられキャラじゃないと思いたくて頑張ってるんだけど、完全にいじられキャラなんで、どう考えてもそうだよね。じゃあ私もそもそもこんなつもりでここに来たわけだし、どういうつもりで。やっぱりなんかもうここら辺のやつらをもうマジで蹴散らかしていじめてやろうかなってずっと思ってでもね、これ言わせて、言わせて。僕最初に、はい、ファーストインプレッション、最初に会った時は、はい、どちらかというとそっちのタイプ姉子キャラなのかなって結構思ったんだよ、言ってたよね、そう、そうだねと思ったらまさかのポンコツキャラで、確かに確かに、ポンコツおバカキャラで、そうおバカキャラだったね、そう、あのね、そうだね、詐欺なんですよね。マジ、詐欺はやめてください。悪く言いすぎ、そんなことはない。いい意味でって今何でも許される。いい意味でって今何でも許される説。嬉しい子さん、嬉しい子さん、嬉しい子さん、私にとっては。で、どうだ、そのなんだっけ、事実出せてねえんだよ。出せて、そうそうそう、だから結論から言うと出せないから極論周りを変えるしかない。あ、自分がいじれる程度 の、 その友達を作るしかない。はいはいはい、はい、周りをこう最初固めてって、で周りができたら別のやつらと絡みに行くみたいな。あ、だからもうそっから「みたいな。なるほどね、言うしかないよね。もう人間の本質ってでも変わらないから、やっぱいじられる人はどこに行ってもね、いじられると思うんですよ。僕に関してそうなんだけど、ベンさんはもうそれをさ、そう、笑いしたよね。そう、それをもう笑いに変えるのが一番早いんじゃないかなって思うんだけど、あの、それが嫌だってどうしても出したいって言うんだったら、もう切れるとか、切れる、何いじっとんねみたいな空気を出すみたいな。そう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 。あ、じゃあ第1回なるしこちょっと切れてたのはやっぱそこのアンチテーゼがあったのかもしれない。僕らへの緊張してただけなんだってマジで。そう、この動画をね、回す前にちょっと、今回ちょうど今日、明日か、明日なでしこが初登場の回動画出すみたいな感じで、そうですね、ベント君が編集したんですけれども、なんかなでしこ切れてるよね。そう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 、あの、心配になっちゃって、あの、声結構ちっちゃいし、なんか切れ気味で半切れだし、これ大丈夫、これリリースしてこれ大丈夫かなってぐらい俺結構心配してるんだよね今。結果も出てると思うんだけど、この動画出るときは、動画見てるときは出てるんだけど大丈夫かな。しかもテントじゃねえよ、ペントさん、その間間違いよくあるよね。しかもペントさん、なかなかさ、冷たい顔してさ、こいつ大丈夫か。いやいや、だ、俺のさ、その冷たい顔っていうのやめてもらっていい。俺そんな冷たいかな。もうなんか本当にもってる盛るんだよな。あのラジオでも初回の話結構盛られてんなと思って。嘘つくから、結構嘘つくから気をつけて、みんなも。じゃあ嘘じゃない、嘘じゃない、そんな顔してない。訂正入れさせて、嘘じゃなくて誇張だから。誇張ね、誇張ね、言い換え、誇張してます、彼女は。誇張しています、誇張しのぶさん。ちょっと鬼滅ネタやめい。まあ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 、だから結論、その性格をね、ふんだんに生かした方がいいと思うよね。その方がいいかなと思うよね。もう本当に辛くなったら切れなさい。切れなさい。切れなさい。そこはいいよ。確かに。もう嫌なもんは嫌。嫌はいいって話よ。それはそうかもしんないね。いや、本当嫌だったらなんか戦った方がいいかもしれないね。確かに。うまく。私は正々堂々と戦うよ、この人たち。僕割と、その、いじられよりも、いじり側をずっとやってきたんですけど。はい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 。いじり側のあれもあって、はいはいはい。超えちゃいけないラインというか、そう、そこよ、そ、結局そこ、確かに仲の良さとかにもよりますし、はい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 、そこはやっぱ信頼関係ですよね。その通り、信頼なんですよ結局、いじるいじられっていうのは。
だからいいいじりをする人見つけた方がいいかも、ね、あ、そう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 、確かに自分を生かしてくれる、なんか笑いに変えてくれる、プラスに変えてくれるようないじりをしてくれる人が周りにいるとベストだよね。そう、嫌な気持ちにならないから基本的に。あ、その点良かったね俺らね。本当にやれしか良かったね。みんなそう思う。本当にみんなそう思うよ。いやそんな傷つけるようないじりしてないと思うんだけどね。さっきポンコツとか言われてる。いやいやいや、ポンコツそんなことはないか。事実だから。いい意味で、いい意味でポンコツって意味だから、別に悪い意味のポンコツじゃない。全部いい意味ってつけてくる。ラジオネーム、サクさんからのお便りです。ありがとうございます。じゃあ、犬たぬきさん、ペンツさん、こんにちは。こんにちは。あれ、サクさんと同じ方もこんにちは。はい、こんにちは。お二人の仲の良さやペンツさんのご尊顔を拝むことができてほっこりしています。ご尊顔、ちょっと恥ずかしいね、ご尊顔って言われると。なんか大仏みたいな。大仏。誰が大仏や。誰が大仏ぐらい目細い人や。僕らの動画を見てキャンプやってみたいなって思いましたが、幼稚園の時におっとっとの箱に入れられた溢れんばかりのダンゴムシを男の子にもらったことがトラウマで、虫がものすごく苦手です。なるほど。やっぱり虫をものともしない屈強な男を捕まえてからキャンプした方がいいですかね。虫対策はもちろんですが、キャンプをする上で気をつけた方がいいことベスト3教えてください。ベスト3めっちゃ困るな。これからも動画楽しみにしています。そのことです。ツッコミどころ満載。満載。お笑いね、そのコメント。文章が面白くて、面白い、面白いね。確かに、はい、対応したんですけれども、虫対策ですね。うん、その前にさ、その一旦その男子締めた方がいいんじゃないかな。一旦その男子を締めるところからだとまず思うんですけど。そうですね、トラウマ、虫対策か。はいはいはい。でも、はい、どうぞ。ちょっと気づいたんだけど、はい、シェルター型のタープ、うん、シェルターっていうのかな、わかんないけど、はい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 、あれいいと思う。なるほど。周り囲まれてるってことですか。そう、周り囲まれてるんだけど、はい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 、なんか窓みたいになってれば、はいはい、結構外なんだよ。おー、なんか蚊帳みたいな。そう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 、蚊帳、はい、でかいバージョンで、蚊帳でかいバージョン、トトロのおばあちゃんちって言ってたぐらいのあれかな。それちょっとそこが分かる。俺が言ってたやつね。俺が言ってたやつね。蚊帳のことを言ってたんだよね。なるほどね。それちょっと感じ、本当にごめん、分かんなかった。あの、別に君を貶めるつもりはないけど、本当に分かんなかった今。分かる。メッシュっぽくなってる。そうそうそう。はい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 。それだと、絶対入ってこないから、はい、虫。だからまあ、そんな感じで、かつ、うん、そこにテント直結するみたいな感じにすれば、そのプライベートスペースに虫は入ってこないっていうのをね、作れんじゃないかな。あ、なるほどね。完全な閉鎖空間にしてしまう、一応できる、うん、あとは冬。そう、その通り。シンプルに、あの、冬キャンプ虫ほぼいないから。いないよね、うん。まあ、寒さ対策を完璧にしていける。あ、はいはい、まあ、最初だとちょっと冬はもうおすすめできないんだけど、寒すぎて、うん、でやっぱ冬ちゃんと温めていくなら、はいはいはい、虫いなくてめっちゃいいと思うよ、はいはい、汗かかないし。屈強な男、屈強な男。めちゃくちゃ虫に強い。犬たぬき無理だよね。だって蚊と戦えないもん、この人。いやだから蚊の位置を知らせる。そう、なんか蚊みたいな。いやいや、叩きやってずっと思ってんだけど。ペット蚊みたいな。絶対叩かない。そう、俺運転してるしと思う。撮影会とかでたまにあるんだけど。あるある。なでしこは、あの、虫どっちかというと嫌いやん。いや、いける。いや、うちは結構騒いでるよね。騒いでる。でも騒いでる部分全カットしたから。じゃあいける。もういけるよ。いける、大丈夫。いったな。いったな。いろんな虫が、バッタとかさ、コオロギとか、そのいろんな蜂とかもあるからね。その辺はある程度屈強の男じゃないと厳しいかもしれないな。屈強な男も厳しいよ。蜂にはかなわない。強すぎる。先週車の中に蜂侵入してきて、どでかい蜂ね。マジで死ぬかと思いましたもん。めちゃくちゃ大騒ぎしたもん。やばかったね。マジで本当に見たこともないぐらいのサイズの蜂がここ飛んでて。いやでも蜂はね、騒いじゃいけないのよ。どんなに焦っても、もう冷静になるしかない。司がブワーッってめっちゃでかい声。冷静な司は結構騒いだからやばいと思って。お前やめて、終わったって思って。終わった。私マジビビりすぎて声出なかった。多分誰か刺されるんだっていう未来が見えたんだ。そこまでビジョン入って見えたのね。なるほどね。あれは怖すぎるマジで。はいはいはい、確かにね。虫は難しいとこあるよね。確かに。それか、目悪いやつはメガネ外すとか。そういう問題。そもそも虫を見ないっていう。そう、私それで告白してる今。それキャンプ楽しめなくないそれ。
他に見たいもの見えなくないそれ食べ物とか荒治療にも程がある探しちゃうから虫嫌いな人って、はい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 、いるかもしれない精神で行っちゃうから怖、はいはい、くなっちゃうけど、はい、でももういないここにはいない私しかいない境地にたどり着いてる人間なんだよキャンプ場で全でもキャンプ場で全すなキャンプ場で全すなうるさいなんか3回言ったこれしつこく突っ込んじゃうちょっとウケたと思ったらすぐねもう一回突っ込み入れるくらいねこいつ自分で編集してと思った俺の突っ込みしつけえなと思ってというわけではい、はい締めはペントさんあれ違う司だっていや締めはまあ司に頼もうかなっていうところ であの店うまくやってとかじゃなくてまあ自然な感じでね、はい、頼もうと思うんで、はい、うまくやってってると無茶振りだからねいつも無茶振りされてるから僕この人に締めたがりのペントさんじゃあとお願いしますみたいなめちゃくちゃキラーパス来るからどうしようってなるもんいつもはい、はい、というわけでね、うん、今週もやっていきましたけれども、はいはいまあ、全然キャンプ以外のことのお便りも全然大募集してますし、うん、本当そうですね、まあ、キャンプに関することでもね、うんペンさん以外がどの、あ俺以外だろもう俺はそこから接着外通告早くも、はい、ペンと進歩しないとね早くも戦力外通告僕らがね僕らが勉強していきます勉強しますんではい、はい、そうですねではまた来週、はい、お会いしましょうお会いしましょう、はい、行こうぜそれ流行らせたいやつ流行らせたいやつごめん全然ついてきなかった行こうぜやめて行こうぜちょやめよこれマジでもう今回限りにするわ